デビット・ヒースはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タンパ出身。ギャングレル、バンパイア・ウォリアーなどのリングネームで知られる。元妻は往年の名レスラー、ブッチャー・バッションの娘であるルナ・バション。ディーン・マレンコのトレーニングを受け、1988年にデビュー。地元フロリダのインディー団体を経て、カナダ・カルガリーのスタンピードレスリングに参戦し、 トム・ナッシュとの覆面タッグチーム、ザ・ブラック・ハーツを結成。ナッシュは、アポカリープス、キース自身はデストラクションを名乗り、黒装束に白い仮面、その下には、顔全体が隠された黒覆面という、オペラ座の怪人をイメージした、怪奇派タッグとして、センセーショナルな存在となる。1991年2月には、ブラック・ハーツとして全日本プロレスに初来日。来日前に、 専門誌で特集が組まれるなど全人気は上々だったが、キャリア不足もあって試合では活躍を果たせなかった。同年9月の再来日では、ダグ・ファーナスダニー・クロファットのカンナム・エクスプレスが報じするアジアタック王座に挑戦。後楽園ホールでスタン・ハンセンダニー・スパイ・ウィートも対戦している。その後、ブラックハーツを脱退して素顔になり、 1993年にメンフィスのアスワで吸血鬼ギミックのヴァンパイアウォリアーに変身。後に妻となるルナバションをマネージャーに従え、ジェフ・ジャレットからアスワ南部ヘビー級王座を奪取した。1994年には岩ジャパンに来日し、1995年は ECW に登場してトミードリーマーと交想。その後フロリダに戻り、アゴニーこと、 バリー・ヒューストンとブラック・ハーツを再編、1997年にルナを帯同して、岩ジャパンに再来日した。2009年1998年8月、吸血鬼ギミックはそのままに、ギャングレルのリングネームで WWF に登場。血の入ったコブレットを手に、炎の中から登場し、その血をリングインの際に口に含んで噴射させる。 入場パフォーマンスでヒール人気を呼ぶ。同年11月より、エッジ、クリスチャンとゴシック系ユニットのザ・ブルードを結成。後に、この3人は、ジ・アンダーテイカー率いる、ミニストリー・オブ・ダークネスの一員となった。エッジクリスチャンと別れた後は、彼らと反目していた、ハーディ・ボーイズを仲間に引き入れ、ニュー・ブルードを組むが短命に終わる。以降は、ヒートなど、 前座番組のポジションに甘んじ、体重増加の問題もあって2001年8月に WWF を解雇された。インディー団体を転戦した後、2004年に WWE と再契約を交わす。9月16日のスマックダウンでは、ミニストリー時代の名優、ビセラと共にアンダーテイカーと、ジョン・ブラッド賞礼フィールドの番外戦に乱入。 かつての主がアンダーテイカーを襲撃した。翌週にはビセラとのコンビでアンダーテイカーとのハンディキャップマッチが組まれるが敗退。以降は出演機会を与えられずにフェードアウトした。2005年3月より WWE の下部組織オベに登場し、その後 WWE にも登場予定だったが7月5日に解雇。2006年 WWE 内の 第3ブランドとして復活した ECW に出演予定で再々契約を交わすも、この時も一度も番組に登場することなく2007年に契約を解除された。その後、同年12月10日に行われた RAW15 周年記念大会の15人参加バトルロイヤルに出場している。以降は、居住地のカリフォルニアを拠点に、西海岸や新南部のインディ団体で活動。 イギリスのオールスタープロモーションズなどヨーロッパにも頻繁に遠征した。2009年11月にはハルク・ホーガンがオーストラリアにて開催したイベントであるハルカマニアに参戦。2010年8月13日には JCW に登場し、PPV のレジェンズルニツにてケビン・ソーンと吸血鬼タッグを結成して試合を行った。2014年6月14日、 トミードリーマーが主催する方に参戦。マットストライカーと組んで、力士 &X パックと対戦。最後に、ストライカーが力士から万歳ドロップを決められ敗退した。ありがとうございます。